辞めていく総裁として何にも申すことはございませんが、私は国民のために、同時にまた国民と共に政治をすることをモットーとして、党員の先頭に立って党員の皆様とともども政治を推進してまいったように考えるのであります。私の挨拶を終わらせていただきます。誠にありがとうございます。ありがとうございます。愛知喜一君、青木正久君、赤木宗則君、赤澤正道君、秋田大輔君、天野君吉君、天野光生君、荒木正雄君、荒船清十郎君、有田喜一君、有馬元春君、井出一太郎君、伊藤正義君、伊藤総一郎君、伊能重次郎君、池田清君、池田正之助君、石井圭君、石井一君、石井光次郎君、石田博秀君、稲葉治君、稲村左近四郎君、稲村俊之君、田中角栄君が282票をもって自由民主党総裁に決定いたしました。私はただいま党総裁に選任をされ、その責任の重大なることを痛感いたしております。民意の結果、田中角栄君を衆議院規則第18条第2項により本院において内閣総理大臣に指名することに決しました。
Thank you.